どうも秋山です。今大阪峠のここは中腹あたりにいます。で、心霊スポットなんですけど、首なしライダーとあと女性の幽霊が目撃されるんですけど、あとはもう一個後ろから誰も乗ってない車に追いかけられるんですけど、まあこんな現象もなく、首なしライダーも合わずで、ちょっと仕事場の先輩から聞いた話だと、中腹あたりでクラクション3回鳴らしたらなんか起こるらしいね。今アシさんの車の中なんで鳴らしてもらいたいと思います。ではお願いします。で、あとは変えるだけ。変えるだけ。オーケー。で、行きたいと思います。帰っていきたいと思います。すごい道が、道がもう雰囲気がやばいですね。ザ田舎峰。よいしょ。なんとなくかける場所ない。ごめんよ、なんか怖いけどちょっと光が欲しい。ガチで怖かった。いけるいける。帰りにあれ地蔵の話して、ああ一応地蔵さんがあったんですけど、ほんまは無数の地蔵お地蔵様があるんですけど、それを数を数えて最後に答え合わせして、数が合ってなかったら、一人このハミゴがおったら不幸がこいつに起こるそうです。4人で行って4体やって443となったら、もうこの3のやつが、ああ残念やなお前みたいな。そうそうそう、そんな感じ。今からお地蔵さんのとこ行きます。で、地蔵の裏にも地蔵があるらしいんでね。そうなんだよね。調べたらなんかあったんで、ちょっとアシさんが取ってくるそうなんで、もう僕はもう怖くて行けないです。車の中で待機。待機です。ライトピカピカピカって光るし、はため役、はため役ではないか。いや誰も取らんけど、取らんやん。今3回鳴らしたんですけど、今2分経ったけど何もまだ起こってません。まあ起こってほしくはないですけどね。左側にあるからね、地蔵。そうなんですよね。見逃さんように。そうそう。見たいと思います。首なしライダーはなんか血みどろで追いかけてくるらしいですけどね。怖い。怖い。追いかけてくるんではないかな。目撃されたっていうだけやから。たくもないですけど、結構柱が撮影の邪魔になってるので大丈夫。そうかな。違う道か。柱めっちゃ映ってる。映らんようにできない。そう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 。地蔵さんがどこにあるか分からん。一回見たけどな。見たんだよ、一回。ごめん、やっぱライト消してもらっていい？そっち見えん、全然俺が。うん、オッケー。ごめん。なんか、熱気でガラスこもってきたよね。余計危ないんじゃない？行ける？行けるよ。ここら辺じゃなかった？まだ奥か。ちょっと終わんないが、終わんないね。アメリカの画面を見たくないですからね。なんで酔っちゃう。ここら辺ちゃう。まだか。あった。あ、取れるやん。もうちょいバックできる。バック、うん、バック取れ、取らんの。
らんとなってる。それでしょ。これが例のお地蔵さんです。後ろに1体、なぜか1体ではないな、1体おるんですけど、なぜ正面じゃないか、まあこれは謎ですね。じゃあ行こうか、帰ろうか。あ、コーラ備えられた。お、もう一体おる。二体おるやん。中にもう一体おる。これ答え合わせするときは3ぞ。3やね。うん。間違えるだよ。間違えたらあかんな。コインだ。3やね。うぶねえ。じゃあまあ帰ろうか。じゃあな。まあこのまま帰ります。調べた中華そば峠とも言われてますね、これ。なんで中華そば峠なんかは、これは謎です。多分、あの、中華そばの道を指しとんだ。道っていうか、店指してるんだろうね。だいぶずれてきたんだろう。あの、アジさんの、なんていうか、カメラの持ち方の気持ちが分かる。めっちゃずれる。てか、腕だるい。頑張って。10分来たら切るで、もうあと帰るだけの動画やし。そうやな、10分来たら切ろうか。閉めて。帰ってないからな。しかも帰って数日後に何かあるかもしれないよ。わあ、それ嫌。リングやったら見てから1週間やろ。すぐ何かあったわけじゃない。リングとかめっちゃトラウマやん。すげえ。これも帰って3日後、3回出したけど3日後に何かあるかもしれない。まあ嫌やな。答え合わせして間違えハミゴが出たら、うん、あの不幸になるってことで、うん、2人で行った場合さ、どっちかが間違えとったら両方間違えと両方ハミゴやん、うん、両方不幸になるね。そうやな、うん、唐突になぜかそういうことを考えてし始めてんじゃん。もう嫌だ、マイナス思考やめよう。あ、でもでかい夢見てる。あー、踏み出しライダー。どんな走ってんの。首と入れたか。分からん。見えてない。ライトの光見えんかった。引き返してけ。めっちゃおる。引き返してけよ。じゃあいける。白い特攻服ではなかった。途中であそこで溜まってるわ。びっくりした。首あったかやけん。びっくりするわ。今のはあの若者連中が溜まってましたね、バイクで。なんか走り、でも首あったか。見えんかった。ライトで。じゃあもう可能性は捨てきれんぞ。捨てきれんけど。服は白ではなかった。まあでも暗かったけど分からんもんな。そうそう。
まあ、あれは首出しライダーでしょ、ね、首出しライダーは実在していた。お前ら気をつけろよ。怖いぞ。まあ、時間来たね。締めようか。じゃあ、なんか最後に一言一言言って終わる、うん、とりあえず、地蔵の数答え合わせしよう、今。せーの、3! オッケー。オッケー。3でした。はい。はい。じゃあ。ということで、まあ、あと変えるだけなんで、またお会いしましょう。なんか、リクエスト。あ、なんかまあ、徳島ですけど、やってほしいことあったら、ね、またリクエストして、なんか書き込んどってください。コメント欄に。コメント欄にお願いします。ぜひ。できるとは限らんから。そうですね。できるだけ、頑張る。頑張ります。では、じゃあ、さよなら。さよなら。